もう音声も大丈夫ですかね。よろしくお願いします。ちょっとねラグがあって今サウンドモードに入ってましたけれども、チャット欄の流れが良くてさ、言いたいことを大体言っていただいてる気がするな、ね、よろしくお願いします。で英語版の話からしましょうか。フィールドマジックね XXXY はなんかまあね、フィールドマジックで調べると一目惚れした時になんかね魔法にかかったようなとかそういうのも出てきますし、あラビューもねいっぱいありがとうございます。よろしくお願いしますね。あとはまあマジックタッチがあるからそこら辺も関わってくるかな。それはね最後の方まで見ていただいたらと思います。ちょっとね一周せっかくいいオープニングムービーなんで見ていただいたらもうすぐ始めようかと思いますので少々お待ちください。そうですね、次回作赤ちゃんはどこから来るの、ちょっと口に出すと照れそうなタイトルですが、 あれをご存知だったらねこちらも楽しめると思います。そうソニックチームね、今出ましたがソニックチームなんですよ。絶対真似しないでくださいね。よろしくお願いします。さあ行きますか。で全てのデータを消しますかでね、消してから始めます。でこちらカテゴリーをね、オールゲームスとさせていただきました。 2% だとまあご存知の方はねどうしてもこのゲーム選択式のところがあって簡単なゲームだけをクリアすれば先に進めるというちょっとね優しい仕様もあるんですが、それをしてしまうとねせっかくいろんなゲームがあるのに見れるゲームが少なくなっちゃうというのもね残念なので、全部のゲームをね一通り通るというカテゴリーを勝手に作ってやろうと思ってます。よろしくお願いします。はいもうね面白いですけど、さあ行きましょうか。よろしくお願いします。じゃあ3、2、1で始めましょうかね。3、2、1スタートです。主人公ですね、金魚の T シャツ着てます。これちょっとね下画面も軽く覚えておくとね、なんか寝てる人がいますけど覚えておくとっていうか下画面も見ておくとかな。上でね話進んでますけど意外とそういうネタが多くて、あジエルいっぱいありがとうございますね。ラビーもありがとうございます。そうですね DS 初期、先ほどね書いていただいてましたけどローチなんでね。見どころがいろいろ多いので楽しんでいただければと思いますが、なぜか金魚を渡されてあの子の気を引くためにパフォーマンスをの前に、なんかこの人金魚飲んじゃうんですよね。でも RTA 的な話をすると今の右送りボタンはできる限り急いで押すようにね常に待ち構えてなきゃいけないんですが、なかなかね画面切り替えのタイミングで押せたり押せなかったりするのであれも難しいですよね。で下から上にこうやって擦り上げることによって金魚をね必死に出していただこうというゲームです。そうはならんやろ。でここの3面はうまくやると実はねこのタイミングで下に流れ出すんですけど、うまくやると下に1回目かさずに終わらせられます。 RTA 的にはね大事なとこです。飲みすぎですねこれさらに難易度を上げるといろんなものを、いろんなものじゃないか、亀だったりとかね、あの子の笑顔なんて素敵なんだ、そしてあの子の笑顔をもっともっと見たいと思った僕はスーパーパフォーマンス集団ラブラベッツィアの参加をその場で決意したのだ。はい、でパラシュートからいきましょうか。ここは3つクリアしていきます。3つ選んで、まあ、簡単なの得意なのだけね3回やっても十分クリアはできるんですが、まあ3つとも見ましょう。でパラシュート上画面でよろしくお願いします。パラシュートはこのなんか電卓で数字を押すとパラシュートが開くっていうね、押しそびれるとまあ落ちちゃいますっていうね。なんで、ね、レベルが上がっていくとちょっとずつ難しくなっていきます。まあまだね数字が簡単ですけれども、こうやって3桁になったりとかね、
押し間違えるとかなりロスで、あれなんで、ちょっとね、慎重めに今押してます。間違えてブーってなると、さらに消してもう一遍押し直してとかしなきゃ。で、ブレイクタイム本当はじっくり見るとね、とても楽しいんですが、RTA なので、残念ながら飛ばします。ちょっと今チャット欄見る余裕がないんで、できたら面切り替えの時とかにね、いっぱい拾いたいんですが、で最後だけ1回です。1回ですけど長いです。832635、大丈夫でしたね。まあミスすると、入力ミスするとさすがにね落ちちゃうっていう、あ、すいません、ちょっと2本持ちでやってます、まあ、そこぐらいはいいかなっていうね、ルール的に。でロウソク、あの本当はペンでもできるんですが、ちょっとねカメラ映りがあれかもしれないですけど、手に持ちます。手に持ってマイクに息を吹きかけることによって、全員がいっぺんにあの息をかけたりするんで、その方がね早そうです。今ねマイクに向かってフーフーしてます。で、あのスタイラスを下から上になぞることで、一人ずつね息出すこともできなくはないんですが、まあ、こちらの方が早いかな。まあ、みんなでいっぺんに息出すと、こうやってあのね息切れしちゃうんですけれども、あ、今ちょっとねミスりましたね。手前のコウモリが邪魔なんで、まあまあミスにならない程度なんでね、RTA的にはちょっと遅かったですけど、そうです、フーフーってやってます。ここはちょっと長いんで、先にも息切れしてからの方がいいかもですね。今のはうまくいきましたね。コウモリ避けつつ全体に。でもう一個、ここはゲームがあります。あ、すいません、ちょっと今のお送りする、ね、毎回初めてなんでメモリーズにね追加しますっていうのが出てしまいます。あれは仕方がないねみんな参決してましたね。素晴らしい、ありがとうございます。うまくいきましたね、2回目特にね。カートはそうですね、お約束なカゴおじ列を待ってました。ありがとうございます。今だったらそれが浮かびますね。こちらの方が早そうですけど、絶対に真似しないでくださいね、これやっちゃダメだからね。で、あの下のイガグリっぽいあれに当たっちゃうと、あ、今すごい運営のむついさんに画面切り替えていただいてるなこれ大変だと思うんだけど、ありがとうございます。そうそう、こんな感じでね、元祖かもしれないですね。マリオカートではないマリオって言っちゃって、まあ明日ねマリオ出ますからね、初日でマリオっていう単語出しても全然 OK なんでしょうけど、ちょっと1個残ってるけど、あの位置は当たんないから残しておきましょうかね。結構この面は慎重にゆっくりやる方がいい面ですよね。急いでガーってやるよりね。カートどこでしょうね。スーパーから借りパクしてたら怒られそうですよね。よくあのカゴ持って帰らないでくださいとかねありますけど、この面は実はね難易度がまだこの先にハードとかねヘルとかあって、それに比べると簡単なとこなんですが、初めてね 2つ分出てきます。2つ分出てくるけど、まあね余裕持って、で RTA 的にはあまりタイムが変わらない面ですね。ミスさえしなければ。でこんな感じでハートが 100% 溜まると次に行けます。これやったらモテるの、確かにモテるためにやってますからね今これね。この主人公があの一目惚れしたあの子にモテたいっていう、その一心で今パフォーマンスしてますから、ね、暴れ牛です。であの隠し要素があって、この4コマ漫画の時にね下画面でタッチできるところで、ある場所をタッチするとウサギが手に入ってね、マニアックの服装が手に入って、あの彼女の服装をどんどん着替えさせたりとか着せ替えできたりするんですけど、すみません RTA なんで今回全くそれができないです。お店もできないかな、残念ですが。そこはあのご自身で確かめてみて的なとこなんですが、今ちょっとね 3DS の、まあ、2DS もか
生産が終わっちゃって、このゲーム VC とかにも入ってないんで、ちょっと入手がね難しいかもです。もうすでにね 3DS とかお持ちの方でしたら新品中古でね、まだまだキミシネは買えそうなんですけれども、あたたたたとね、あたたたとね、まあ打ちつつくだけだったら簡単なんですけど、この走ってくる人を叩くと一発アウトなんですよね。それだけをついつい反応して押してしまわないようにしないとですよね。でもちょっと左が少なかったな。でもちろん今2本持ちってますけれども、同時にタッチしてしまうと入力2つは入らないです。だいたいタッチした2つの真ん中が入力されるみたいなんでね、抜けてしまうので、それもしないように気をつけないですよね。2本持ちするにしても確実に1個ずつ押さないと、今もね真ん中の人に当たっちゃうかもしれないでね、同乗しちゃうとね。まあ一番最後にねボスが出ますけど、まあボスの時とかはね何も気にしないで連打すればいいんで、2本でもうガンガン押せばいいんですけどね。なこういう時に押し間違えない。さあ行きましょう。大群が来てますね。まだ上からどんどん降ってきてますけど、そうね、同乗しは反応あれなんで、で同乗しは想定してないから画面に手が当たっちゃったりとかね、そんな持ち方しちゃうとダメですけどね。今はもうこれ完全に下に置いてますけれども、ちょっと今遅いな緊張してるからやたらと右左来ましたね。もうちょっと早めに本当は倒せるんです。同乗しが多かったかもしれないね。オラオラですね。まあ今はジョジョのイメージかな。まあ当時もジョジョあったけどな。キレイキレイはこれ毎回やるために結構悩むとこなんですけどね。そうそう、間を認識しますからね、あれは気をつけないといけないですね。一点のみですね。あ、そうですね、画面壊れる話は先ほどねセットアップタイムにも書いていただいてましたけど、このゲームのおかげで画面強度が上がったという、ね、インタビューがありましたね。4箇所汚れてます。4箇所きれいにします。複数箇所を同時にきれいにしようと最初よくやってたんですけど、あまりにやりすぎるとね、女の子がねキャッって感じでねびっくりしちゃうんで、そうするとタイムロスなんでね、今回はもう1箇所ずつやろうと思ってます。だいぶゴシゴシが必要です。頑固ですね。だいぶ時間かかりますね。上のハートゲージが満タンになったらなんで、まだまだですねこれね。1箇所につき4分の1だとしたらぼちぼちかな。あんまり急いでやってもねあんま変わんない気がする。ちゃんと場所をこすってあげるというか、柔らかく撫でてあげる方がね、もしかしたらいいかもしれない。アルティエ的に悩んでるところではあるんですけど、この面の早くやるのは分かんないね次の段階はまだ早いから、なかなかね。あ、ごめんなさい、ちょっと暴走しそうになったわ、すいません。この子のガードはすごい硬いね。まだまだですよ。他のゲームで体にちょっとでも当たったら怒られますからね。下手したら息失いますからね。そこは大丈夫です。全年齢です。ここね、バストップから行きます。なぜかというとバストップがめちゃくちゃ難しいから。これで死んじゃうと、あれ地獄でもし先やってバストップで死ぬと、ハートが減っちゃうんですよね。そしたらもう一回やってもクリアできないとかね。そんなことになるんで。それは辛いんでね、ちょっとバストップは下手したらゲームオーバーもありえるんでね、緊張するとこです。で1ターン目バスの後ろに投げると速いは速いんですけど、後ろのタクシーに引かれ、タクシーじゃない車に引かれるとねかなりのロスになる。ちょっと安定しましょうかどうしてこれ怖いよね。引かれたシーンがちょっとねスプラッターなんですよね。あまりお見せしたくないんでね、頑張ります、死なないようにね。お、バストップ助かるが来てた。
あ、これがあるんですよね。あの一人がよく残ります。あれがあるから辛い。でかなりその微妙なところに投げ込むのはね、使用上難しい。いけるかなこれ。ここまでで頼む、頼むから。あの結構ね、端に行ってもいけるときはいけるんですけどね。これがモテるってことなのか。なぜこれやったらモテるんでしょうね。引かれてエンドはそうそうないんですけど、よっぽどね変なタイミングで投げたりします。今みたいに端っこ行っても倒れるときは倒れます。最後頼む、5投目お祈りが欲しいぐらいの。あ、いけた。あぶねえ。引かれてるかもしれないね。結構きつかった。前提キャンセルしていけるかな。ありがとうございますね。やばかったわ。はい、次はアリ地獄です。アリ地獄ね、アリ地獄ね。なんで街中にこんなのがあるんかな。ここはさっきやった感じだとね、結構調子よかったんでね。まあまあ死ぬことはないよ、うん、クリアはできます。時間かけないようにしたいですね。で、あのこれの難しいところは、一人が登ってる間って次の人登れないんですよね。一番上まで行ってても、それがねこんな感じになるんですよね。はよはよはよ、なるべくそこのラグって言ったら変だけど、一人上げといて、その間にねこうやってあの次の人を準備してができると、まあ最速できるかなって。昔よく落ちてた人おるわ。ご無事で何よりです。今ちょっと失敗しましたね。一人目もうちょっと早く行ったら、あ、待って、緊張してるかな。今のはやらかしました。マルティエン的な意味でやらかしただけなんで、クリアはね全然余裕ですけれども。でちょっとこの体の太めの線で描かれている大きい方はね、落ちるスピードが速いんでね、気をつけないですね。もう今回全然うまくいきました。まあまあかな。でこれでハートが100いって、あ、ちょっとここはねストーリーです。女の子を助けようと心臓マッサージしたんだけど、夢でしたっていうね。あの時僕は少女を救うことができなかった。トラウマになってますね。で、あの一輪車からいきましょう。一輪車もぼちぼち難しいです。太い線の人ね。そこ間違えたらちょっとややこしいんでね。いや、うわー、夢でした。はい、どっかで見たようなシチュエーションですが、多分、あ、そうか、このゲームの時にもうあったのかな、あれかな。めっちゃ見られてますね。結構ね、早く動かしちゃうとついてこないんですよ、一輪車がね。で、焦って、ちょっとでも外に出ると落ちるというかね。こういうイベントごとには向かないシーンだな、ここな。緊張するな。まあ、時間はね、余裕があるんですけれども、RTA としてって考えちゃうとね。そうですね、イライラ棒っていう。イライラ棒、懐かしいですね。ゲームもあるのでね、配信でされてる方もいらっしゃるから、そちらで最近ね、また見て懐かしいなっていうのもありましたけど。で、ここが一番難しいとこです。最後は主人公です。主人公なんですが、ここで焦らない。ここでちゃんと直角に曲がってくる。はい。よかったよかった。さてがひどい。後ろ向きながらとかね。好き方向に。好きなことやってますが。で、ペイント。ペイントがね、焦るとね、死にますよね、これね。なぜかというと、ちょっとでもあの範囲をはみ出して塗っちゃうとね、NG なんですよ。それが一番ね。ちょっとだけ攻めますか ?3 機あるしな。手を離さなくても、こうやって端っこ塗ってたらね、一面は避けれます。なので真ん中を頑張って塗って、落ちてきたなーっていうタイミングで横に行くとね。
完全にその安定を取るんだったら手を離してね、そのやり過ごすと当たらないんですけど、結構それでもね、その戻りに引っかかったりするんですよね。急いで戻ろうとするとね、焦るといけないですね。難しい面です。こんな感じで切り替え切り替え、避けて避けて、なるべく均等に塗っていかないとね。結構早かったね今の。いい感じで集中できてますね。あっ、マジで。いやすいません、ちょっと落ち着こう。今のははみ出すつもりは全くなかったんで、ちょっと書いた本人がびっくりしました。すいません、落ち着こう。ちょっとね、言い訳をしちゃうと、机に置いてやってる都合上なかなかね遠いところが見づらいですが、右上とか今一番遠いところだったですね。まあ一気ミスなら全然 OK、まあ、TA 的にはちょっとね、もちろんかなり痛いあれですけれども、ありがとうございます。そう、ちょっとでもはみ出したらばかなり厳しいですよね。ここはこんな感じでできるだけペンを離さずに塗り続けられるようにいきたいですね。よし、時間も大きい、人が寄りすぎでしょしかもすごい勢いで降ってますよねこれね、結構ね。これくらい濡れてからが本番ですね。ここからが大変なんだ。この人形型もね、なかなか塗りづらいですよね。あー、ちょっとやらかしたかな。一回避けないとですね。まあまあ我慢我慢、さっき一気死んでるからが。よし、まあまあ本当はスイスイスイっていきたかったけどね。上から降ってくるの、あれもまあラブラビッツの人たちなんでしょうね。パフォーマンスとして盛り上がるように頑張ってるのかなと思うんですが、落ちる場所は固定です。あれはもう毎回決まってますなんですけど、慣れてくるとね、ああやって避けながら塗り塗りってずっとできるんですけど、はみ出しちゃったのは辛かったな。でサソリはさっきあのオフでやった時にだいぶやらかしました。ここは怖いです。頑張りすぎだと、彼女の気を引くために必死ですね。ここまではいいんですが、次から出てくるサソリは、ね、でももうそういうのはならんやろなんですけど、このサソリがいやらしいんですよね。このちっちゃいサソリがね、今なんかうまいこと言ったですね。こっから先はちっちゃいサソリだけになります。ちょっと待ちましょうか。回転中はね止まってくれるんですけど、動いてる最中がまた判定がちっちゃいんだこいつ。 OK、 よし、イベントで一発でいけたのはでかいですねこいつね。よかったよかった。ザリガニっぽいかな。さ、もう生サソリとかそう見たことないですもんね。はい、でサインです。これがまあ簡単だよね。もし 2% 的なのでやるんだったらこればっかりやっちゃうことになると思うんですが、せっかくねサソリとマイクがあるからね、ここの面はね。ちょっと一息ですねここはね。ぶっちゃけチャット欄見る余裕まであるね。むしろこのゲームだけなんか他のゲームと毛色が違う気もするよね。可愛いけど、彼女可愛いけど、なんかそれ以上の感想があまり出てこないな。
あ、そうか、彼女がラビーって言ってるのは結構ないのか。それでみんなラビーなんだね。はい、で、そういう時にはなかなか選ばれないマイクですが、マイクに向かって叫びます。よろしくお願いします。なるべく鼓膜は破れないと思うんですけれども、行きましょう。ちょっと手元に持ちますね。おーい、君は素敵だ、君は素敵だ、君は素敵だ。君は太陽だ、君は太陽だ、君は太陽だ。君は天使だ、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 君は天使だ。今のやるかかったな、うん、ラスト。辛抱たまらん、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 愛してる。すいません、めっちゃむせたわ。ありがとうございますね。思ったよりもだ今回かかったな。3回ぐらい言ったらいけたりするんですけどね。ありがとうございます。多分大丈夫です。涙目だけど今。あー、水伸びてー、よいしょ。さて、つなぎましょう。まだ手をつないでないんだな。で、手をつなぐ手に合わせてね、ゆっくり手を外さないようにしてるんですが、なぜか蜂が寄ってきますので蜂を追い払います。蜂を追い払うときに彼女の体に当たっちゃうと怒られちゃうんで、左手以外は触っちゃダメです。触っちゃダメです。うまくやると3回目の蜂の襲撃の前に終われます。アルティエ的には重要なところですね。オッケー。あ、クリップありがとうございます。触っちゃダメです。そうです。現金です。次がすいませんでした。今のシーン以外でね、あんなところはないんでね、大丈夫です。ご迷惑をおかけしました。あ、クリップありがとうございます。彼女かわいいですね。さて、ドライブです。ここはめっちゃうまくいくと一瞬で終わりますが、めっちゃぐだると30秒ぐらいロスするんで、お祈りがちょっといただけると。あのね、どこのラインをどの車が走るかはこれ決まってるんですよ。ただね、どの車がどれくらいのアクセルブレーキ踏むかは結構ランダムなんで、特にボスのね車がね、今ちょっとこれは右に行けないパターンですけど、右に簡単に取りに行けるときもあります。まあ人こうやって拾っていく分にはそんなにねシビアではないんで、5人以上拾ってもね、弾数5発までしかたまらないんでね、そこは十分なんですが、ボスの車がすんなりまっすぐ自分の方に向かってきてくれるときと、やたらとゆっくり来て、なおかつあの急転換するときあるんですよね。あれになると最悪です。お祈りです。よしよし、弾数的だね。今のはベストですね。あれ以上速くはなかなかっていう。あ、拍手ありがとうございます。いやー、もう今のを見せられただけで、この RTA を今日やってよかったっていう。まあ、あのもう一回ね、あの
ボスラッシュ的なので出るんですけど、そっちは多分ぐだると思います。難しいんでね、まあ、今のいいところ見せられたんでね、今ので、まあ、でこれはあのマイクに息を かけないとできないです。息かけた息でヨットを進めるんですが、考えてみたらそうだな、マイクがついてないとこれ VC に入っててもできないの。これでなぜかサメが来るのでね、サメの背びれあたりに当たると NG になります。危なかったですね。今行き過ぎてマウトなんですけど、ギリギリだったな。だいぶ、あ、ウユだったらいけますか。なるほど、ゲームパッドだったらできるかな。ただ残念だけどまだ出てないんですよね、確かね。調べてみたんですが、まあまあヨットはなんとかなりましたね。彼女はスルーしてますね。 むしろ周りをくるくる回ってますね。いつ食べようかって感じかな。海といえばサメ、これもサメゲーでした実はね。で無人島に流されまして、気がついたら二人きりでしたっていうね。焚き火はね、どうやったら速くなるかをかなり研究してるんですけど、ちょっと本番でもしかしたらねミスるかもしれないんでね、お見せできるかわかんないんですが、あのタイミングよくボタンを外さないと、あ、こんな感じでね、今やらかしましたね。結構なタイムロスになるからな、なるべくあれはやりたくなかったんですけど。で後ろ向いてる瞬間って結構入力が抜けるんで、ちょっともう慎重にいきますね。よいしょ、ここは結構ゆっくりなんでね、気を揉むとこです。はい、お戦士なシーンでしたが、今日結構練習したんですけどね、あんなに女の子にキャって言われると思わなかったですね。ちょっと今のは残念だったな。ドライブでちょっと燃え尽きましたね。これダンスから選んじゃうと、あの2つ選んだ時点でクリアになっちゃうんで、今ねわざと、ごめんなさい、今ちょっと手元の操作をミスったんで焦ってました。いけるかな。危ね危ね、右左なのに左右でいったぞ俺今。焦んな焦んな、8からでも抜けないことはないんだけど。おっと今掴みそびれましたね。ちょっとごめん慎重にいくわ。初期パターンでスイスイっていったらいけるねタイミングはあるんですけど、結構ね人をペンで掴んでそのままグッと持っていかなきゃいけないんですけど、焦ると掴みそびれちゃうんですよね。よし掴んだ、ここはもう最短でいけたら OK です。ちょっと内臓シーンが多いですかね結構飲まれちゃうんだよな、いろいろな。ここは内側引っかかんない、外側通る。でレベル4とレベル5はね、後ろから弾をかけてくる以外は他のパターンは一緒なんで、焦らなければ全然ね。左右右右 OK。女の子そういえば踊ってんの、あんまそこまで目がいってなかったな。喜んでくれてますね。で次は探し物行きましょう。探し物はあのお祈りです。ぜひともお祈りお願いします。運が悪かったらめちゃロスしますねここね丸飲みフェチかな。いやいやいや、ちょっとお戦士ですね、すいません、今のはなかった話で拾っちゃった。ダメですよ、体に悪いからね、ちゃんと噛まないとね。うん、まあまあかな、3つ中の2個目だったらね。 ありがとうございます、めっちゃお祈りいただいて
見つけにくいものでしかてですか的な、あ、歌っちゃダメですね、なんとかかんとかに引っかかりますね。コミケではなんかあの曲がかかるらしいですよね。自分ちょっとコミケは行ったことないんですけど、あーちょっと出てこなさすぎじゃない、今のはミスってますね。暴走しないようにね、みんなねあんまり行き過ぎないようにね、チャットランね、よろしくお願いします。お、これは一発じゃない、お祈りが効きましたね、ありがとうございます。これは早かったね、4つぐらい貝殻があって、しかもね見づらいんですよこれ、それが一発でいったのはでかいな。次サンオイルのあれなんだけど、これもね結構見づらいんですよね、ある程度姿が見えないとこれかなってならないんだけど、あ、これは外れだわ、やっちゃった。貝殻なんでしょうね、あの貝殻は気に入ったのかな、すいません、ちょっと今やっちゃいましたね。あー、しかも外れだよ、ちょどこどこどこ、ここだ、つらい、当たりと外れがつらい。もうもう3オイルなんでね、それじゃダメよ。最後はウサギくんだけど、これまた分かりづらいパターンだな、これか、これは良かったかな、よし、まあまあでしたね、合格点ぐらいはあったかな。バツ、すいませんバツエモートめっちゃ使えるところ来ちゃったわ今。サムイルですよ。で、あのダンスに行きましょうね、先ほど楽しいスペちゃんがありましたが、丸ありがとうございます。実はスペちゃんとスタッフがね、かぶってるって、かぶってるでいいの、同じ人なの、どこまでなんだろう、そこまでスタッフの方々に詳しくないんだけど、短い、いきましょう。ただこっちはめっちゃ簡単です、チューないしね、下がピカピカ光ってると思うんですけど、だいたい2ボンブか4ボンブぐらいしかないんでね、めっちゃ簡単です。オールゲームズって言ってやってるけど、先にこれやっちゃうとね、ハートがいっぱい集まりすぎてね、60ぐらいかな、すぐにクリアになっちゃうんで、他のから行きました。まあ時間かかるし、制作者さん的にはこれ遊んでほしいからハートが多いのかな、どうでしょうね。クサクしてますね、かなり足腰強いの主人公ね、これね、なかなかあれできないですね。スペちゃんですね、スペちゃんやってますね、声がずっとあちゃあちゃ言ってますからね。クサク真似は危ないんでね、鍛えてからやりましょう。結構長丁場なんですよね、ダンスね。ああ、ありがとうございます、ディレクターの方のお話助かります。かなりがっつり入ってますね、それだとね。
よしラスト。まあ右下にね、なんだろうこのボタンはっていうのがあると思うんですが、長いっすね。初見だとなかなかね。どういう仕組みなんだろうな。お、ファイヤースタンプありがとうございます。最後ダウンで終わり。よし、草薙今日も来てますね。いきましょうか。ここでちょっとストーリーのね、私小さい頃に溺れているところを助けてもらったことがあるの。猫の頭のとんがった子にね。頭のとんがった子？頭がとんがったというわみたいな。あ、ここは志村後ろシーンです。ぷよぷよも来てるな。セガだけにね。あ、特撮っぽかったか。なるほど。でここのシーンはね、彼女が植物にさらわれますんで、主人公は松明を持ってね立ち向かっていきます。これがね、このゲーム一難しいミニゲームなんで、なかなかここでね辛かった思いをされた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ちょっとこれは間が悪いな。お、受けた。遅いとね、あの燃える前に触手が上に上がっちゃうんでね。今のは良かったですね。ギリ間に合いましたね。かなりギリだったけど、で燃やしてる最中にそこは越えられないんですよ。あの暗い判定あるんでね。だからその燃えてる触手で塞がれるとかなり遅延行為になりますね。今みたいなのはとてもいいです。丁寧に燃やしてね。そうそうそう、シュールですね。でちょっと上に行きます。あの口が開いている最中にこうやってあの松明を投げ込むんですが、あまり調子に乗って投げてると口閉じた時だと弾き返されちゃうんでね、口が開いている間にやらないとダメ。弾き返されたら息失います。これがなかなかね厳しいんですよ。特にナイトメアの方に行くと。ああ、なんでもないです。聞かなかったことにしてください。ネタバレが過ぎる。さっきちらっとあのドライブでこの後ありますけどって言っちゃったけど、あれはあまりにドライブがねうまくいったんでね、つい言いたくなっちゃいましたね。デレッデレでしたね。あれ途中でね、そのレーン変えられたりしたら投げたやつ全部無駄になったりして、あのかなりグだったりするんです、ドライブはね。とてもデレドライブでした。で、あのここのボス戦は3回あります。今2回目ですね。今 3DS を等倍表示 DS のねしてるんですけど、おかげでだいぶやりやすくなりました。ペンでねだいぶ手元が見づらくなるんですよね。画面いっぱいまで表示してるとね、あれが厳しいですよね。ちょっと攻めようかな。よし、いけた。3回ぐらいだったらね早めに口閉じられても入るんですけど、連打してもね全然早く投げてくれないんですよ。だから今ぐらいの感覚でしか投げられなくて、で4発以上投げると口を閉じられるリスクが出てきますね。なので今はちょっとね残り8の時点で5個投げて攻めてみました。5個投げ切れたら俺の勝ち的なね。今回の植物はいいですね。ボス戦今回いいな。まあ暴れ牛ちょっとだけ最後下ったけど、あ、これは無理かな。燃え切ったの見てから行ったら、ね、遅いです。で、食らうと無敵時間一応できるんですけど、そこから急いで動かないとね、あっという間に食らい続けちゃうんで、なかなか厳しいですね、それもね。結構口開いても長かったね、今ね。もちろん彼女に当たっても息失うんで、ここは慎重にね。危ね。ちょっと慎重に行きました。OK。
そうか、ここは無敵時間さん OK か。アルティーンジャパンもね、今度協賛されますし、アルティーンジャパン貸し出しチャンネルですしね。一応あるんですけどね、まあ出さずに済みました。炎上配信ではないです。燃えてるけど、この後燃えるようなシーンあったかな。真似しないようにね、燃やしたりしないようにね、危険ですので。ナイス、ありがとうございます。うまいこと言ったですね。そう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 、ちょっとスキンシップ増えてきたかなってところでライバルが出てきましたね。さらわれちゃいました。この人頭尖ってますね。そういえばね、でヘリなんかに追いつけるかよって感じで見送ってたら、ラブラビッツの人が来てくれて、てってれーって感じでね、一輪車が出てきました。で一輪車でヘリコプターを追跡します。追跡するんですが、追跡するんですが、なぜかサメが追っかけてきます。もちろんサメに食われたらね、ダメなんでね。じゃあラビ、ありがとうございます。サメを避けつつゴールまでね行けたら OK です。でサメの飛んでくるところはね、これ決まってます。今は一番前に行ったら絶対食らうっていうパターンなんで、あれさえ避けたらね、もう RTA 的にはもう一番上にへばりついた時は、ね、OK です。できる限り早く入る方がもちろんタイムは短いんですが、ちょっとね一シーンだけなかなか一番上にへばりつけないレベルがあるんでね、そこだけはしょうがないかなと思ってますけど、それ以外はだいたいこうやってサメを避けつつ、避けたら一番上にへばりついてっていうね、また上に来るので避けて、これ避けたらもう一番上かな。でピョンと飛んで、これソニック的なジャンプ台、ソニック要素ですかね。結構今落ちたらどうしようと思いながら、これもちょっとでもはみ出したら落ちちゃいますからね。でサメが一番前に来るから避けて、あとは前に出れたっけな。いやまだだったわ。あーってやらかした。落ち着こう落ち着こうね。なかなか追跡で落ちることはないんですけどね。ちょっと今のは緊張してるかな。DA 的にはあそこはタイムをロスしましたが、気をつけましょう。ここの面がね、なかなかね前に出れないんですよ。それまでちょっと焦っちゃいましたね。ここからもう前に行けないです。本当は一番上に行けるといいですけどね。はい、 OK。 でまあラストの面は結構分岐します。分岐するけどね、あんまりこう右手左手でやりやすい方で行けばいいんじゃないのぐらいのあれなんでね。うわー、ちょっと黙ります。今のはやべえ。あそこで落ちるのはやべえ。落ち着こう。あとはへばりついただけ。あ、危なかった。すいません。お祈りありがとうございました。応援もね、助かりました。ふえ、やばかった。なかなかこう追跡で、まあ追跡もね難しいところではありますけれど、なぜかみんなで一人車でこうやってねボスのアジトまで来ました。さあ潜入しましょう。あ、拍手ありがとうございます。負荷がかかってましたね。拾っちゃいましたね。うまいな。とこんな感じで猫ちゃんがねそこら中にいますので、猫に手伝ってもらいましょう。一輪車愛強いね。こんな感じでニャンって鳴くとね、なんやん、なんやん、どこにおんのって感じでキョロキョロしちゃうんで、懐中電灯が他の方を向いた瞬間に向けます。
まあ、特定の面以外はね難しくないです。ずっと泣いててもらうだけでいけたりしますね。猫スタンプもいっぱいありがとうございます。ここは一番難しいかな、個人的には。ただまあ今のところ抜けたらね、あとはもうこの猫に泣いてもらうだけで OK なんで。実は今のブレイクタイムの上画面見てるとちょこっと話が進んだりして、あれも面白いんですけどね、なかなかそれを追っかけ続けるのも大変なんで、そこはご自身で確かめてくださいになるかな。はい、じゃあ最終です。まあそんなに難しくないです。気を抜いてこの右のやつに当たらないようにだけねしてれば OK かな。はい、ということで潜入終わりました。めっちゃ猫ちゃんだらけになってきたな。あ、警備も助かります。ありがとうございます。猫じゃないのも混じってますよね。で、なんかガスかかされてナイトメアガスですね。まあ、さっきちらっと言っちゃったですけど、まあ、やることは結局ボスラッシュです。ちょっと難しくなった。なんか彼女にね尻尾と角が生えてますけれども、そんな小ネタも挟みながらね。ナイトメアの何が難しいかっていうと、これ実は3面ぐらいあるんですけど、3面中のどこで死んでも一番最初のここに戻されます。ここで心折れた方もねいらっしゃるでしょう。前配信してる時にねおっしゃっていただいたので、ね、結局この暴れ牛とドライブと植物をやるんですけど、植物がねこの画面がゆら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 するのもあって見づらいのもあってね、やりづらいですよね。一応ハートはね各面ごとに違うんで、ここは大丈夫なんですけど、怖い、人をつつきそうになって怖い。君たちなんでここでスキーしてるんですかね。この上飛んできてる最中からちゃんと当たり判定があるのがいいですよね。まあ、耐久10あるやつを飛んでる最中に落とすのはなかなか厳しいですけど、今みたいにね1のやつは浮いてる途中に落とせると気持ちいいですよね。こんな感じでね、今ちょっと外しましたけど、ここはライフが1しかないんでね、ちょっとあんまりのんきなこと言ってると死んじゃう可能性があるんで怖いですか。せっかくねイベントで RTA だからナイトメアも一発ではねクリアしたいですね。ちょっとかなりナイトメア3は慎重にいこうかな。よし。顔気力ね、ちょっとさっき時間かかったんでね、なるべく丁寧に連打しましょうか。これなんか時間かかってんないつもよりな、緊張してるかな。怒った時角生えてる母ちゃんがいてはるわ。マジ生えてたら怖いね。さあ行きましょう。まだ続きます。さっきうまくいったドライブですが、ちょっとね難易度が上がってることもあって今回はあそこまではいかないかな。はい、ここはね上画面でお願いします。この人をこうやって拾っていくんですけど、この時点から難しいんですよね、ナイトメア2ね。あぶね、ここの人とね前の車が近い時は結構取れないんですよね。あ、今回はねそんなにくっついてないパターンでした。
ちょっとハルティエですけど、すいません、ここは慎重に行った方がいいかもしれないね。緊張してるしな。あ、やべ。さっきも言った通りね、来るレーンは決まってるんですけど、前後関係がランダムな分、もうどうしてもぶつかる可能性もあります。怖いよね、ここのナイトメアのこいつはね。かなり良かったね今ね。これはいいパターン、いった、よし。ドライブ本番でこんなに良かった、2つとも良かったのはそうそうないな。このバイトは辛かったって、バイトだったんだ。誰が時給出してるんだろうな。ああ、拍手ありがとうございます。めっちゃうまくいったね。まあそれもこれもここの植物で、ナイトメア3でね、これはおそらく3とトリーがかかってるんでしょうね。まあダジャレだけど本当の意味で、英語でね、3がツリーに聞こえる方言の人もいるみたいですしね。ビートルズのジョージ・ハリスンが3って言ったらツリーに聞こえる場的な記事を読んだことある気がするな。リバプールなまりが強かったらそうなるんですかね。間に合った、お、これはナイスパターン、入った、落ち着こう、取ったからやろう。ちょっと慎重にいきます、すいません、かなりビビってますけど。怖いわー、これガンガン行くの怖いわー。あー、もう1個ぐらい入れたかったな。すいません、もう一段回します。ここはもうラスボスまで3機持ってきたいんでね、無茶してここで1機減らすのは怖い。いや、やりたくないです。ここでロスったら数分単位でロスするんでね、ナイトメア1からなんでね、5分とか6分とか軽くオーバーするんで、やめて、怖いからやめて。いや、ちょっと3つ同時はやめてほしいんですけど、きつないそれ。なあ、もうやんか。よしよしよし、いいパターンいいパターン。あと1本来て、2本か、ここは2本かな。まあ、こっち来んなよ。よしよし、あ、3本だったわ。ちょっと待って、怖いからやめて、怖いからやめて、それ怖いからやめて。わあ、まあ、ポポポポポポ、追い詰められてるんですけど、間に合った、これはいける。よし、放り込むぞ。秋から始まるとちょっと閉じまるので待たなきゃいけないかな。おい、ねえ、3つぐらいが結構せいぜいだったりするんですよ。ちょっと慎重に行こうかね。4つぐらい行きたいんだけどな。あ、怖っ、怖いってば。だからもう1個 OK、 攻める。よし、開いた、はあ、ラスト来ましたね。あ、応援ありがとうございます。応援いいですよね。応援スタンプめちゃめちゃ励みになるわ。今度の、まあ、アルティエンジャパンの宣伝してもしょうがないんですけど、アルティエンジャパンの無敵時間さんがその応援エモート T シャツあるみたいですね。あれ買おうかな。明日だっけ、明日12時からだわ、買わなきゃ。結構あれちょっとでも躊躇すると売り切れちゃいますよね。後で絶対買えるんだけどさ、追加生産で。アルティエンジャパン見ながら俺この T シャツ着たいわとか思ったら、それちょっともうそのタイミングで買わないと間に合わないですよ。でこのタイミングだとまずいから1個くらいにしとこう。行き過ぎたぐらいで口開いたのが一番いいですよね。まあちょっと攻めれるんだけどな、ハート3つあるからな。攻めた、いつ攻めてみた。44行ってみようか、あと4OK、結構いけました。マジモンの無敵時間話をしちゃいましたね。明日お昼だったかな。あ、自分ここのツイッター担当してるからそっちで忙しいかもしれないけど。あ、ここでまた回想が入ります。男の子はね、心臓マッサージして
生き返らなくて逃げちゃいましたけど、誰か助けを求めに行ったのかな。ああ、拍手ありがとうございます。めっちゃうまいこと言ったね、ナイトメアね。丸もありがとうございます。伏線回収ですね、この辺でね。パワフルですね、主人公はね。うおー。で、ラストバトルなんですが、これ、ね、早くできる時と早くできない時の差がまだよくわかんないです。なんでめっちゃ早い時とめっちゃ時間かかる時とあるんだろうな。運なんですかね、敵の機嫌次第かな。ある程度ロボットバトルになりましたね。フィジカルすごかったですね、バリーン。で、特に当てちゃいけないのは最初全然ないんで、もう最初からね、ペン置いとくと出てきてすぐのミサイルをすぐ落とせるんでね、タイム的にはこの方がいいと思います。ただね、横行くときと縦行くときとの差が分かんないんで、そこは待たないといけないですけどね。で、出たら光の筋通りになぞるとダメージが入る。これがね、めっちゃ入るときとそうでもないときとあるっぽいんですよね。このうおーってなるときとなんないときとかね、あれ難しいな、どういう差なんでしょうね。で、このロケットが一番大きくなっちゃうとこちらのダメージ入ってね、1個減っちゃいます。あ、結構バズパターンは結構久々に見たな。今ちょっと逆 L 字はなぞり方が下手だったですかね。で、こうやって3本になったら3本なぞんなきゃいけないっていうのが、 H 字になることもあれば、こうやって横になることもあれば。危なかったね、横なぞりにくいんだよな、こうやってね、米印的なのになったりとか、甲の字になったりね。で、ここから彼女がこうやって手出してくるんで、これが手にこちらの攻撃が当たると手がそこで止まっちゃうのでね、向こうの攻撃がしづらくて、今回時間かかってんな、やたらとヒットポイントの減りが悪い気がする。どう違うん、危ね、あ、やらかしました。まあまあ3回やられない限りは別にタイム的にはまあ差がなさそうです。危ない、抜ける抜ける抜ける。残り30秒残って倒せたらまあまあかな、普通ぐらいですかね。たまに1分ぐらい残って倒せて、なんでこんな早いのって時はねあるんですけど、この大の字を横に倒したやつとか大の字とか結構これがね押しづらい、やりづらい。え、嘘、このターンで倒しきれないのか。倒せるけれどもこれ20秒ほどロスするかな。ちょっとなんか一瞬止まったですよね、敵がね。あの時にまだ粘ってやりに行けばよかったかな。あれが分かんないんだよな、めっちゃ早い時と。やばい、早く攻撃に来てくれ。お祈りありがとうございました。これはやばかったね、ここまでか。ちょっとペンがすっ飛んだ頑張れ、ありがとうございました、ね、今のは本当にそんな大変かった。やっべ、ちょっと1分ほどねさっきのはロスしましたけど、死ぬより全然マシだったですね。そうね、ちょっと魔物が来ましたね今のはね。ちょっと1秒はね狙ってやったわけじゃないんだけど、ありがとうございます。まあ、狙ってやったわけじゃないからこそね、やっとこさんの盛り上がりの場になっちゃいました。と、こういうことでね、実は主人公頭がとんがってました、ね、え、あの時の子はっていう。そうね、わざとじゃないんだけど、わざとじゃなくて見せプンになっちゃいましたね。さあ、ファイナルバトルです。ビームが出ます。ビームが出て、ちょっとここね、上画面下画面の切り替え難しいんですが、もしかしたら下画面に一番最初以降戻ってこないかもしれないけど、切り
解もお願いします。こんな感じでね、頭をこすると、よくあるねビームの押し合いですが、手元に近い方がね押し返しやすいんでね、まあ、ぶっちゃけ1回目はいかないです。でこれね、下画面に戻す前にやれそうなんですよ。いけ、あ、やばかった。今ちょっと復帰しかけてたよね。早すぎたかな。今のもね、かなり自己ベストなタイミングでいけたかもしれないです。勝ったわ。大道具的なあれでした、宇宙はね、実はと思ったらまだやってなくてっていう。どうして私、君のためなら死ぬな。僕のことを本当に思ってくれるならずっと生きて、ずっとずっと一緒にいてくれ。ごめんなさい、ね、本当の愛は相手のために死ぬことなんかじゃない、相手のために生きることなんだってね、上に書いてありました。ちょっと時間がね短かったんでメモっといて今読みましたね。彼女との思い出の数々が思い浮かびますが、タイトル解消でしたね今のはね。でマジックタッチです。で死神が出てくるので叩いて撃退します。でマイクにね息を吹きかけてフーってやるのもできるんですが、かなり難易度が高いです。うまくねマイクが息を反応してくれないと抜けちゃうんで。でこのゲームちょっと抜けちゃうとね、なかなか復活しないんですよ、マイナス分が。バランス的にね難しいです。なので1回もミスらない勢いでやらないと、初見プレイとかでその辺ミスっちゃうと最後ね時間切れになって彼女が悲しいことになった方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんが、で結構ハートゲージの減少も多いんで、今でブーって言われてもらわなかったな。ちょっと立ち場所悪かったですかね。一発だったらいけるかな。よし、いったで、デス様になってるわ、人様じゃなくてね。はい、で最後エンディングムービーでライバルの顔がね、アイリスなんて言うんでしたっけ、アウトだっけ、あれになって、よくあるね、丸くなって映って消えて、あ、拍手ありがとうございます。た瞬間にタイマー止めます。だいたいうまいこと言ったらこれ自己ベストかな。かなりドライブとね、なんだっけ、ナイトメア3とかね、あの辺がうまくいきました。実はね、あの時の子は助かってましたっていうね。ここ最後ね、上画面でお願いします。あ、ジュージーありがとうございます。はい、あ、ごめんなさい、マイク当たった、聞き取ったんかでしたね。ジュージーありがとうございます。いい話だったですね。ラブラビッツコリゴリでしたけれども、ここね実は下ボタンとか押すと早く流したりもできますが、まあまあね、ちょっと運営の方に時間いただいてたので、スタッフロール終わるとこまで行きましょうか。ありがとうございました。お、踏み台も気づいてる方いらっしゃいますね。そう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 、ラブラビッツさんがこっそりね踏み台で高さを
俯瞰してくれてましたね。ハッピーエンドでした。ありがとうございます。ジジありがとうございます。愛勝ちましたね。彼女作るの大変だね。命がけだったですね。いい話だったですね。よかった。もうまとめてしまいましょうか。もちろんこのソニチ RT 明日もありますので、ね、私明日は裏方でちょこっとね手伝わさせていただきます。まだまだよろしくお願いします。個人的な宣伝で言うと、最近いろいろとね、RT イベントの裏方でねお手伝いもさせていただいてますけど、ソニチ RT が終わってもうすぐにね明日深夜からかな、GTQ がね SGTQ ですかありました。ジャパニーズリストリームさんで日本語解説付きでね、はい、リストリームがありまして、私そちらでね司会とかのボランティアも入ってて、例えばね、ブラッドステインとのねバネさんが走られる、スミスさんが解説されるところで司会希望してね入ったりとかしますので、あれ6日だったかな、6日の夜だったかなとかね、ぜひともねみんなでまたこれから先アルティーンジャパンもありますし、どんどん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。アルティーン週間が始まりますね。またみんなでね楽しめていけたらと思います。今ちょっとねこれねエンディングを待ってます。最後ねクスッと笑うシーンがありますからね、それ見たら終わりましょうか。ありがとうございました。またよろしくお願いします。